元のギザカ46で俳優、モデルなどで活躍する人氏、アスカ25が10月24日から MBS、TBS ドラマイズムで放送開始さるマイホームヒーローの取材会に出席。同作、出演するにあたっての思いや共演者との席、性について語った。同作は2017年からヤングマガン、講談社で連載中。 今年4月には、テレビアニメ、され、累計330万部を突破した人気コミック、原作、山川直樹、漫画、朝本、まさしを、実写化。主人公、トス鉄王、佐々木倉之介が演じ、斎藤は、鉄ツの、トスレーゲを演じる。愛する家族とただ平穏、暮らしていくことだけが生きがいだった。ご、普通のお父さん、とステツは、ある日、一人娘、彼氏を殺して、 殺人犯になってしまう。一戦を得てしまった鉄を待ち受けるのは、冷徹で忍ぶな闇社会の半グレ組織だった。同作のオフには、身近なスタッフから原作を勧められ、と言い,い、しっかり原作を読み込んだらすごく、白くて、私の好きな感じの作品だなと思いま、た、原作がとにかく面白いので、これをどうやって映像にするのかなとか、現実的に見せるた、に、 どういう方法を取るのかなというのが足を見ても想像がつかなくてよりワクワクししたと語る自身が演じる霊下について普通大学生でちょっと生意気だけどちょっとおしかな可愛らしく愛苦くしいキャラクターいう斎藤演じるにあたってはサスペンスやステリーなどいろんな要素があるんですがそこには愛がある両親の愛をたくさん受けてたコなので 愛されていることと自分が愛、てることを忘れずに、意識して演じましたと、現場の空気感について聞かれると、一流の立ちばかりだったので、テキパキと進んでいい感じでしたといい、父役の佐々木は、事前に、私の、と調べてきてくださって、いろいろ質問し、くださった。私に寄り添って、たくさん会話を、てくださっていたので、終始なごやかな雰囲気、撮影できましたと告白。 母役の木村大に、手は、最初からアスカと呼んで、可愛がってくって、私の娘はすごいのよってスタッフさんに言ってくださったり、すぐ近くに来てくれて本に、母親のようなあったかい感じで役にもすっと入れましたと笑顔を見せた。そんな中、演技、ついての不安もあったようで、お芝居は経験、浅く、前や店舗などまだ身についていい部分もあったのですが、 倉之ノスケさんが教えくださったり、監督の指導もあったので、難しい、なとつまずくこともなく、楽しく臨めました。振り返った。最後に、作品の魅力を聞くと、どのに、感情移入できるのかも人によって、全くいいと思いますし、でも、どの視点から見ても面白。サスペンス的な要素もミステリー的な要素、あって、いろんな楽しみ方がある作品だと思え、ので、 いろんな感情を抱いていただけたらと、いますとアピールした。